結構私も好きだったんだよ、ヨウムのリアクション。ははは、別に狙ってるんじゃなかったんですけどね。まあ気に入ってくれたならよかったですよ。うん、またあの叫び声とか聞きたいなって思ってさ。だからさ、今言わせようと思ってここに来たの。はぁ、それって。はぁ、フランがまた消えた。はい、コウマ館のどこを探しても見つかりません。いつから見てないのよ。おそらく今日夜中から未明ぐらいかと。は？全くなんで最近ちょこちょこで歩くのかしら。面倒打ったらあやしない？ですが妹様も最近落ち着いてますし、現に監禁もしてないじゃないですか。そこまで神経質になるほどかと。わかってないわね、昨夜。確かに最近あの子も落ち着いてるわ。けどあの子は、力がなくなったわけじゃないわ。もし何らかの刺激で暴走でもしたら。確かにあの子は無邪気だし、性格も可愛いわ。まだプライドとかも持ってないし、人脈も広げられるでしょう。けど、何かが原因で本性を表したら。その周辺のものに甚大な被害を及ぼす恐れがあるわ。無意味な揉め事を起こさないために。そうですか。そこまで考えてたんですね。当たり前よ。さあ、昨夜、フランを探してきなさい。え、また私が行くんですか？それと一緒にいる奴も連れてきて、ちょっと興味あるわ。この前も私が探してる間お嬢様半ば飢餓状態でしたよね。まあ全然帰らなかった私にも責任はありますが。つべこべ言わずにさっさと行け。ダメード、パッと今日。そうですか。わかりました。行ってまいります。はーい、頑張ってねー。あ、昨夜さんだ。昨夜さん、お嬢様に何か用は。え、なんで？連れてまいりました。うん、ナイスよ昨夜。あの、なんで私までここに呼ばれたんですか？ああ、それはこっちのセリフだバカ野郎。ヨウム、あなたにも聞きたいことあるのよ。あなた、最近フランと仲良くなってるじゃない。それが何か？ズバリ、どうやってそんな関係気づいたの？はあ、なんでそんなこと聞くんですか？ね、そんな知らない人と関係が深まるなんて、どうやったか参考にしたいのよ。友達の作り方聞きたいのか？え、仲良くなったきっかけ？ああ、一緒にゲーム実況してましたから。そうそう、一晩中やった時もあったよね。一晩中？一晩中ってあんた。こんなところ難しくてできないって。やり方覚えたら大丈夫ですよ。ほら、こうやってやるんです。こう？あんたね、この妹に何を教えてんじゃー。はぁー。確かに夜遅くまでゲームするのは良くないですよね。けど楽しかったよ。そんな毎日するわけじゃないしさ。フラン、あんたまで何を。あ、フラン、いつからそんなことに冷めた顔で言えるようになったの。まだまだ子供だと思ってたけど、いつの間にかお姉様を抜かしてたのね。あ、そうだ、今度3人で一緒にやりませんか。そっちの方がもっと楽しく。冗談じゃないわよ。誰がさん、なんか。